アメリカレンタカー大手ハーツ EV2 万台売却へ代わりにガソリン車購入 <laughs> やばいね <laughs> やっぱり共和党で EV 終わるってもう悟ってんだねそ,そもそも採算合わないというかしこの<ー>人がガソリン車選んでるとかあだってガソリン車乗りたいもんねだって電気自動車とかなんか嫌じゃん電磁波とか浴びなきゃいけないしあと充電がどこでできるかよくわかんないしそうそうそで事故起こしたら大爆発するし 不安だよね普通ガソリン車借りるよねお金もらっても電気事業者なんか借りないわ面白いこのニュースもう一回言いますよアメリカレンタカー大手ハーツ EV2 万台売却へ代わりにガソリン車購入 <laughs> これがスマートマネーですよスマートマネーが EV を買うのかガソリン車を買うのかですある意味スマートマネーですよこれはだってプロ中のプロが動向を見ながら EV じゃないって決めたわけですよ 俺どっち買おうとかいう個人の話じゃなくてもうプロ中のプロの中のプロの最強のプロが EV じゃないって決めたんですからこの問題に関しても最強のスマートマネーがエンジンいに動いたという話ですやっぱ企業経営ってあこれ絶対効率悪いよなこれいけないよなと思ったら停裁だけでやらないですからあもうやめますってなりますよねこれからはトヨタの時代だな 修理代がガソリン車の倍かあ修理代がガソリン車の2倍かかる総合的に考えたら電気自動車なんか乗るもんじゃないねトヨタは信じてましたよ。トヨタの賭けは賭けはすごいね。勝勝っったたような感じがしますねいや完全にだってガソリン車でここまで世界をリードしてきたわけだから「これ無価値です」って言われたら「ちょっと待てやと」と <laughs> 電気自動車の方がよほどダメだってそは私以上にねトヨタの人たちは思ってますよ。 何何言ってんだと何が電気自動車、まあ、ただ私みたいにねこんなもんバカだクソだとか言えないから一応電気自動車作りますよという風にね言ってましたけどもでも軸足はガソリン車ですよこれもある意味スマートマネーですからね知り尽くしてる人たちがで世界のトップですからねトヨタはそれがガソリン車だと言ってんだから一瞬の政治の風って吹くことあるじゃないですか。 今回のね政治資金とか意味ないところで強風が吹くわけですよね脱炭素って時に強風が吹いたわけですけどもそうだよねってわーって言っちゃうのが普通ですよいやおかしいんじゃないそれ間違ってるよねこれね正しいことは必ず証明されますから時間とともに最終的に必ず正しいところに行くんですよこんな基本的なことを間違ったままね世界中の人を騙し続けられるわけがないんですから よし再びガソリン車の時代だなということですちょっと共和党を勝ってまたパリ協定から脱退してほしいなこんなもん意味ねえだろうとぶち上げてほしいですねだって日本は脱炭素で毎年何兆円も使ってんのよこれドブに捨てるようなもんですからね二酸化炭素を集めて地中に埋めますとかこれ全部プロジェクトもうドブにお金を捨ててるようなもんですからねだから強風が吹き荒れてましたからねやりますやりますってやってるふりだけするのが賢かったんですよ やりませんってやっちゃうと針のむしろですから「ですよねですよねやりましょう」って言っときながらポーズだけで大しててやらないいってのが一番賢いんです日本ってやりますって言って本当にやっちゃうんだからだからねもうちょっと中国みたいに人類を守るとかなんとか言いながらバーカって言って大して何もしないやってるふりっていうねそのぐらいのことをしてほしいですね。 武田純康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田純康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。